さんこんにちは、岡崎美穂です、私のファーストアルバムブルーミングが8月17日に発売となります。リード曲インフィニットの MV は皆さんすでにご覧いただいておりますでしょうか。どうかなどうかな、見てない方はぜひチェックしてみてください。インフィニットは私岡崎が小高咲ちゃん役で出演させていただいておりますが、アニメエクストリームハーツのオープニングテーマとして制作された楽曲でもあります。ここで今回の動画企画はですねアニメエクストリームハーツにちなみまして、なんとスポーツにチャレンジしていきたいと思います。はい、頑張ります、ということで今日挑戦するスポーツはこちら。マジで無理マジで無理、ちょっと待って、はい、怖かった。サッカーです。サッカーです アニメエクストリームハーツで私が演じる小高咲ちゃんは実は元サッカー選手ということで、まあ、サッカーめちゃくちゃできる子なんですけど、自分は全然できない子ですボールは好きですよ、可愛いし丸いし、だけど足で制御ができなくてどこまでも行ってしまうので、学校のサッカーの授業ぐらいしか経験がないんですけど、そこでは全然役立たずでした。あのシュート打つまで走れないです回っても来ないということで、私がサッカーをお題にこれから挑戦するのがこちら。急いで決めろジグザグドリブルシュート。障害物をうまくかわして時間内にポール地点にたどり着き、かっこよくシュート、まあ、シュートができたらですね、シュートができたらチャレンジ成功です。制限時間があるんだ。制限時間は10秒らしいです。成功した時には商品として夏の新作コスメをプレゼントやっと私はあの知ってる方は知ってる、知らない方は知らないと思うんですけど、あのお化粧がすごい好きで、特にコスメはすごい集めてるんですけど、夏の新作は今年あんまチェックできてなくて、あの絶対に持っていないかつ知らない可愛いものだと思うので、とってもやる気が満ちてきました。頑張ります。はい、チャレンジどうやってやったらいいかわからないということで、キングレコードの諏訪さんがどうやらサッカーが得意らしいので諏訪さんに実演していただきたいと思います。諏訪さんお願いしますおー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 おお、倒さない、おお早い。あ、今ので何秒ですか？7秒です。私これ3秒オーバーしたら負けですか？ミスたらダメなんですよね。でかつ10秒過ぎちゃダメなんですよね。あ無理です、無理です、無理です。ボールは友達、ボールと仲良くなればいいんですよね。要はボールは友達、ボールは友達、ボールは友達、ボールは友達。なんか無駄な動きが多い気がする。果てしなくない？なんかあの諏訪さん反復横跳びみたいだったじゃないですかこの蹴りがボールの後ろに回り込むんじゃなくて、この進行方向の方にステップする。あ、なるほど、先手を取る、先手を取る、どっちに行きたいかで、行きたい方に笑った笑った笑われた。シュートはシュート決めればね。いや、これは体力がいるわ。ちょっとタイムを測ってほしいです。はい、いっせーので、ボールは友達。え、よくないね。あ、分かった、両足でやるんでしょ。ほら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 、3、4、5、6。はい、出ました。14秒です。3分の1巻くのはきついよ。かっこいいとこ見せたいのにな。1、2、1、2。夏の新作コスメ欲しいな、欲しいから蹴る。なんか
女子と男子でうちの学校はサッカーのチームが分かれてたんですよ。男子のサッカーがちゃんとこうパスがつながるとしたら、女子のサッカーはあっちも俺と早く行って、ちょっと生傷が絶えない。そうです。で、あとまあ私は下手なんで、その生傷の中心にも行けない。だから生傷のところに追いつかないんですよ、足が遅いので。なのでこうやってってやって1時間授業が終わるって。外行って、うち行って、外行って、うち。これはむずいって。え、これできるように何年かかりました？十何年か。無理やん。くれるやん、日が。日が暮れてまた明日が来るやん。いや、でも練習したらできないことない。外、うち、外、うち、うち。でもこれでもいいんですよね。それで合ってる、合ってます。ちょっと待って、12秒です。おお、いけんじゃね。2秒巻いた。今のでもっとミスを少なくしたらいけるんだよ。夏の新作コスメで可愛いとなりたい。またがないっていうのが結構難しいんだよ。ああ、バカ。うっ、くっ、あー。これはアウト。アウト。今から本番です。先役なんで、役者としてこう、先々、私は先々ってやったらできると、今、自分に自信が芽生えたちょうどいい頃なので、本番頑張ります。いくぞ。成功したい。よーい。ギリ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 。負けんな。負けんな。負けんな。15秒80です。嫌です。夏の新作コスメ欲しいです。あとやっぱさきちゃん背負えないです、これじゃ。今できなかった、できなかった。じゃあできるようにしたらいい。これなかったらいけるかもしれない。だって練習で12、3、4秒だったから、2秒2秒って考えたらギリギリの戦いなんですよ、これでも。あ、いいらしい。泣きの1回やります。もう1回やります。よーい。いけるいけるいける。頑張れ頑張れ。お願いお願いお願い。いけるよ。11秒。もう一回やらせてください。もう一回やらせてください。お願いします。いいですか。よし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 。みんなかっこいいの見せてやるからな。よーい。できるの？できるまでやるんだ。それが青春なんだ。よーい。あー！いけるよ。いけるよ。負けないで。あ、分かってきた。あ！なあ！ゴールにまで来る。いや。よーい。いけるよ。いいよ。10秒。やったー。やった。
った勝った勝った無理だよこんなの。あ、最後のうまかったですか。素晴らしかったです。やだよこんな集大が世の中に流れるの。やだよ。皆さんのお優しさで成功しましたので、ドーン！いただきました。夏の新作コースジルです。開けていいですか。開けます。なんだろう、この大きさなんだろう、この重さなんだろう。かわいい、かわいい花ですよ。岡崎のお先ですよ。花のリップと、花のリップとチークにもなるんだ。やったー、ありがとうございます。いただきました。これ嬉しい。ありがとうございます。頑張ってよかったです。はい、皆さん、ということでおみほのスポチャレ楽しんでいただけましたでしょうか。なんだこいつって思った方もいるかもしれないんですけど、久々に頑張って汗かいて楽しかったです。あとはさきちゃんを改めてすごいなって思って、ちょっと息だけでもうまくプロに、息だけでもなりたいなと思いました。そしてこんな形でどうやらあと3回スポーツチャレンジ、おみほのスポチャレがあるみたいで、つまりボリューム4までいろんなスポーツに挑戦していきたいと思います。皆さんこれに懲りずにずっと見続けてください。競技も変わるみたいです。そして次回の公開は来週の木曜日になります。もう絶対に頑張るんで、皆さん見てください。よろしくお願いします。ということで今日は頑張ります。